こんにちは、千葉達也です。本日の動画なんですけれども、初心者必見サックスを買う時の3つのポイントについてお話できたらなと思います。このチャンネルでは音楽、その中でもサックスに興味がある方の割合っていうのは結構いらっしゃると思うんですね。すでにサックスをお持ちの方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、これから購入しようかなっていろいろこう悩まれてる方もいらっしゃると思います。本日はそういった方に向けてサックスを買うときに注目していただきたい3つのポイントをお話ししていきたいと思います。冒頭でこんなこと言っちゃうのもあれなんですけれども、サックスを選ぶ基準っていうのは自分が欲しいなと思ったものだったら何でもいいと思うんですね。サックスの音色だったり吹きやすさ以外にも、例えば色だったりとかデザインだったり、人によって重要視するポイントっていうのは違うと思います。まずはそういった自分の主観でこうビビッときたものっていうのをまあ第一候補に入れてあげていいんじゃないのかなと思います。ただですね、今日お話しするのは僕はまあ実際ねサックスでお仕事をさせていただいてますので、そういったサックス奏者目線で見たメリットデメリットっていうのもお話ししつつ、購入を考えられている方のアドバイスになればいいんじゃないかなと思います。皆さんサックスの購入を検討されてる時に、いわゆるサックスの御三家って言われるのを聞いたことあると思います。よくいろんなネットの記事でサックスはセルマー、ヤマハ、柳沢のこの三大メーカーっていうものから選んだ方がいいっていうふうに言われてるんですけれども、っていうのもですね、日本国内で見た場合セルマー、ヤマハ、柳沢のプレイヤーっていうのはたくさんいらっしゃいます。ただ世界中のプレイヤーを見てみますと、意外とヤマハとか柳沢を使ってるプレイヤーっていうのは確かにいるんですけれども、そんなめちゃめちゃ多いわけじゃないんですよね。セルマーが一番大きなシェアを占めてて、そのだいぶ遅れたところで他のメーカーがこう競い合ってるっていうイメージなのかなって僕は思います。ということで、日本で言われている三大メーカーについてのお話をした上で、初心者の方におすすめするポイントっていうのを3つ挙げていきたいと思います。まず1つ目がコストになります。これ一番大事ですよね。どんないい楽器でもそれがじゃあ1000万だったら誰も買わないわけなんですよ。ただある程度いい楽器がそこそこ安い値段だったら、やっぱり購入の検討をしやすくなるわけなんですよね。サックスに限らず楽器っていうのはいわゆる値段がピンキリなところもあります。すごい安いところで見てみると、だいたい今1万円台から2万円でこう買えちゃうものもあれば、高いものでしたら100万円を優に超えるものも存在します。確かにですね、サックスの値段といわゆる性能っていうのは多少は比例してくるんですけれども、じゃあ例えばじゃあ100万の楽器とじゃあ2万円の楽器があったとするじゃないですか。で、その値段の開きっていうのは50倍になるわけですよね。そして僕も今まで安い楽器もたくさん吹いてきたこともありますし、高い楽器もたくさん吹かせてもらいました。で、僕が正直に思うのは、確かにじゃあ100万とね2万円っていう大げさな数字で表してるんですけれども、じゃあ50倍の差があるかっていうと、そんなわけはないんですよね。この吹きやすさっていうのは抽象的なものですので何とも言えないんですけれども、両方しっかりと整備された、しっかりとリペアマンさんに調整された楽器であったら、どんなに離れててもそうだな、4倍とかそのぐらいじゃないですかね。吹きやすさの違いって3倍だったらすごいんじゃないのかなって思うぐらいだと思うんですよ。すでにサックスを持たれてる方からしたら高い買い物をしたわけですから、その楽器がすごいいいと思いたいっていう気持ちもわかるんですけれども、じゃあそこまで楽器のクオリティのいわゆる開きっていうのが、価格ほどの開きがあるかっていうと、僕はそこはないんじゃないかなと思います。そして2つ目のポイントなんですけれども、整備性になります。整備性、簡単に言いますといわゆる修理のしやすさで、僕の中ではこの整備性っていうのが結構大事なんじゃないのかなと思ってるんですけれども、例えばさっきお話しした通り、世界的なシェアで見ると圧倒的にこうセルマーっていう会社がこうトップなわけなんですけれども、日本で見た場合っていうのはやっぱりヤマハの楽器っていうのがこう親しみやすいじゃないですか。例えば中学校高校のいわゆるブラスバンド部の備品の楽器も大体がヤマハになってるわけなんですよね。それはなぜかって言ったら日本の会社だからじゃないですか。そして日本中のリペアマンさん、まあ、楽器の整備士さんですね、もうヤマハの楽器でたくさんこう修理の勉強だったりとか、いわゆる調整の勉強っていうのをたくさんされてるわけなんですよ。ですので例えばヤマハの楽器をじゃあ落としてしまった、その場合修理に対応する対応力だったりとか対応の速さっていうのはどう考えてもヤマハだったりとか世界的に有名
名なセルマが整備性がいいと言えますよね。じゃあ例えばなんですけども、じゃあニュージーランド初の、サックスメーカーがあったとするじゃないですか。でそこはニュージーランドしかそのサックスの製造してませんってなった場合っていうのは、いわゆるその修理するパーツを取り寄せたりだったりとか、サックス本体の作りだったりとか機構っていうのもやっぱり多少なりとも変わってきますので、リペアマンさんからするともちろん修理は可能だと思うんですけれども、やっぱり普段から修理されてるセルマーだったりとかヤマハの方が、まあ、修理はしやすいわけですよね。またこの整備性の大切さを知る機会ってあまりないかもしれないんですけども、例えばじゃあ本番の前日に楽器を落としちゃった、ぶつけちゃった、でそれを直したいってなった場合、やっぱりスピードっていうのが問われるわけですよね。できるだけ早い時間で元の状態に戻したいっていう場面があったら、この整備性というのは非常に大事になってくるんじゃないのかなと思います。そしてサックスを購入される際の大事なポイント3つ目なんですけども、これ結構意外なんですけれども、サックス奏者、まあいわゆる楽器奏者では結構あるあるだと思います。高く売れることなんですよね。最後の最後でお金の話になってしまったんですけども、これめちゃめちゃ大事なんですよね。どういうことかと言いますと、サックスっていうのは一番最初から高い楽器を買うわけにはいかないじゃないですか。ある程度の予算っていうのを自分の中で決めます。でその予算内で買われた楽器を何年間かこう使用してるとですね、やっぱりグレードの高い楽器っていうのもちょっと視野に入ってくるわけなんですよ。ってなってきた時にですね、楽器っていうのは安い買い物じゃないんですよね。そしてそのグレードの高い楽器っていうのは、今まで使ってた楽器よりも値段が上がるっていうのが大体のパターンだと思います。ってなってきた時に、ただでさえね高い楽器を買ってプラスでもう一本楽器を買うってなると、経済的負担っていうのは大きいですよね。ってなってきた時に、新しい楽器を買って、で今まで使ってた楽器を大事に使ってたんだったら、それを売ることもできます。そうすることによってタンスの肥やしになるかもしれない楽器を売ることによって、まあ、次の楽器を買う時のいわゆる、まあ、購入資金になるわけなんですよね。でここで大前提なんですけども、楽器を売ってから買うんじゃなくて、先に楽器を買ってから売るっていう流れですよ。でこういった楽器の買い替えっていうのはよく、まあ、プロの方もしょっちゅうされてるわけなんですけれども、その売れる楽器っていうのってやっぱりある程度決まってくるわけなんですよ。どんなに購入金額が高い楽器でも、それが認知度が少なかったりだったりとか、需要が少なかった場合っていうのは、自然と中古で自分で売りに出す時っていうのは値段が下がってしまいますよね。ただ信頼性のあるメーカーの場合ですと、もちろんね楽器のへこみだったりとか状態によって値段っていうのはかなり変わってきますけれども、例えば日本ですと、先ほど挙げました楽器三大メーカーと言われるセルマーとヤマハと柳沢っていうのは、中古でも高く取引されています。そういったことから楽器を買った瞬間にね、こう恩恵が受けられるわけではないんですけれども、長期的な目で見てあげると、こういった選び方というのは非常に大事だと思います。ということで、楽器を購入される際のポイントを3つお話しさせていただきました。コスト、整備性、そして高く売れるかっていう3つのポイントでお話しさせていただきました。楽器の吹きやすさとかっていうのは、個人の主観っていうのがかなりの割合を占めたりするわけなんですよ。ですので、そういったお話っていうのは今日は排除させていただいて、誰にでもおすすめできるポイントに絞ってお話しさせていただきました。でここまでお話しした中で、じゃあ千葉さん結局何の楽器おすすめなのっていう方いらっしゃると思うんですよ。僕の市場を一切抜きにして、今回お話しした3つのポイントに当てはまるもので言うと、ヤマハのスタンダードモデルが一番おすすめなんじゃないのかなと思います。ヤマハのサックスっていうのは決して安い買い物ではないんですけれども、サックスの市場だけで見た場合なんですけれども、いわゆる生産数っていうのがかなり多いですので、コストっていうのは他の小さな会社に比べてはだいぶ安く設定されてます。そして次に整備性、この整備性に関してはもちろんどんなメーカーの楽器でもリペアマンさんはねご対応いただけると思うんですけれども、あえて選ぶとしたら一番整備性がいいのって一番普及してるヤマハですよね。そして3つ目、楽器を高く売るっていうところですね。この高く売れるメーカーについては、先ほどお話しした三大メーカーさんもそうですし、こうある程度ね名の知れてるメーカーさんだったらある程度高く売れると思います。ただ先ほどお話しした2つ、コスト、あと整備性という観点から見ると、やっぱりヤマハのスタンダードモデルっていうのは非常におすすめなんじゃないのかなと思います。ちなみに今日は音色だったりとか吹きやすさっていうお話っていうのは全くしてないんですけれども、あえてクオリティの面でお話しさせていただきますと、いわゆる有名メーカー、ノウハウがしっかりある、ブランドの廉価版モデルっていうのが僕おすすめなんじゃないのかなと思います。
サックスに関するノウハウがしっかりとあって、みんなに信頼されてるメーカーが、まあ有名なメーカーなわけじゃないですか。そういった有名なメーカーの廉価版モデルっていうのは、確かに使ってる材質だったりとかね、工程っていうのは変わりますけれども、適当には絶対作ってませんので、安心してお使いいただけるんじゃないかなと思います。ということで、いかがだったでしょうか。本日はサックスを購入される際に気をつけていただきたいポイントについてお話しさせていただきました。今回は僕の市場を一切抜きにして、誰にでも勧められるポイントっていうのに絞ってお話しさせていただきました。もし楽器の購入を検討されていて迷われている方がいらっしゃいましたら、今日の動画のポイントっていうのを一つ参考にしてみてはいかがなんじゃないかなと思います。ちなみに僕の使っている楽器は、ソプラノサックスが柳沢、アルトサックスも柳沢、テナーサックスがセルマーで、バリトンサックスがコーンっていう昔の楽器になります。どれもヤマハじゃないですね。そして最後になるんですけれども、まあ楽器を購入される際に、ちょっと自分うまく吹けないなっていう方は、一応僕、選定依頼っていうのも受け付けております。ご興味のある方は、この動画の概要欄に僕のメールアドレス貼っておきますので、そちらまでご連絡いただければなと思います。それでは本日の動画終了いたします。ありがとうございました。